バンダイさんのワンピの実、ワンピースをで全4種の誰ヒデリーペンギンだって一番よくわかんないの当たったな。だらしない生活を送る大型ペンギン。あ、なんか好きかもしれん。これ見てワンピースだとはわからんな。これ先日ガチャガチャ回してる様子投稿したと思うんですけど、ワンピースオデッセイっていうワンピース連載25周年を記念したゲームが2023年の1月12日、先日出たばっかりっていうことで、それを記念してガシャポンオデッセイっていうね、バンダイが1億円かけて作った世界に2台しかないガチャガチャで大層な映像付きでね、回せるよっていう風になってるやつで、ほらみんながコメントでさ、このなんかよくわかんないキャラクターじゃなくて、もっと人気のキャラクターとかラインナップしたらもっと爆発的に人気出そうなのにねーとかって言ってたら、ついにワンピースが一番最初にあれで排出される、国民的キャラクターになったわけで、しかもなんと値段が1000円から500円になってるっていうね、多分価格設定とかいろいろ考え直したんだろうね。お求めやすくなってるっていうこともあってか、めちゃめちゃ列ついてたね。回すまでに時間かかるし、1人当たりも長いからね、すごかったんだけど、で出たのがヒデリーペンギンよ。これ俺だから笑ってるけど、子供だったら泣いてたよ。めっちゃ並んで500円払って怠惰なペンギン出てきたんだから。さすがだな、作りがめちゃめちゃ細かいわ。顔のプリントとかも綺麗だしね、下のべーっていう感じも質感がようできてるわ。口の中まで細かいね、ちゃんと。後ろはこういう風に支柱で支えておくことができるよっていう感じでね、多分こいつ別に支柱なくても立つけどね。ワンピの実は前にフィルムレッドの劇場特典でもらったやつがあって、ちゃんと正規のやつをまだ回したことがないんだけど、いやでもこんな感じで並べられるとちょっとコレクター魂に火がついちゃうよね。しかもこういう風に重ねられるっていうね、これがまたいいね。こんなマンション嫌だな。